ポッドキャスト事業が縮小？音声メディア関連ニュースまとめ2023年2月第2週をお届けします。一部で報じられていました Google 検索のある変化。これまでは Google 検索でポッドキャストという単語を絡めて検索しますと、検索結果ですぐに再生できるポッドキャストが表示されていたんですよね。それが今は出てこないとのこと。 Google もついにそれを認めて。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは週末ですんで早速ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。 Google 検索結果でポッドキャスト表示を廃止です。2月9日のメディアイノベーションという記事で報じられています。確か私も前にちょろっとこの検索結果の変化を配信でもお伝えしたとは思うんですが、まあ、ついにねメディアでもこういう風に正式に話題になっていると。で、ただこちら、ログインが必要な記事ですんで、海外の記事を検索しました。すると、テッククランチという IT 系のメディアに載っていました。こちら2月8日ですね。この記事によりますと、あるクリエイターがその変化に気づいた、そして Google もそれを認めたというふうに書いてあります。確かに Google の公式のリリースとかはまだ出てないんですよね。ただもう Google もこうして認めたということですから、これまで Google 検索の結果で再生されていた、まあそのポチッと再生されたカウントは今後 Google Podcast のそのアナリティクス再生の管理画面のところにはもう反映されないということがここに書かれています。ね。IT 大手大量レイオフが昨今続いていますが、 Google もまあまあいろんな事業を再編していくと、そういう中の一つなんでしょうかね。実際まあ Google の中では音声の再生としてはまあ YouTube の方がね圧倒的にされているということですので、まあ今後そちらの方に開発を集中していくのかなという気もしますが、これまで YouTube でポッドキャスト対応するという話もありましたが、それがね立ち消えにならないことだけはね祈りたいなというふうに思います。それでは戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。オーディオブック JP 初のオンライン読書会、仕事は楽しいかねが開催です。いやー、オーディオブック JP ほんと最近なんか動き活発なんですよね。これ何かと言いますと、イベントのレポートが公式のノートで報じられていたんですね。ただこれすごいのが、参加者は事前に仕事は楽しいかね、あの自己啓発の書籍としてもね、ビジネス書としても有名なあの仕事は楽しいかね、あれを読んだ人が参加できるというような立て付けなんですよね。で、Zoom のキャプチャーも載っていたんですが、3分の1か半分弱ぐらいはオトバンクの社員さんが載っていて、なんかねすごく楽しそうでした。やっぱりこういうねファンミーティングというかファンマーケティングを地道にやっていくと、もう AI とかではできないようなアナログな活動ってのはね、今後ね本当にねあのじわじわと聞いてくるんじゃないかなというふうに思います。ではどんどん行きましょう。そのオーディオブック JP なんですが、聞き放題プランに限定の機能として、3分要約という機能が追加されました。まあ機能というか、書籍によって3分間でその本の要約が聞けると、まあショート動画もね流行ってますが、そういったタイムパフォーマンスを意識する世代に向けた追加のコンテンツが実装されたと。いやー、こういうの本当ね動き早いですよね。iOS 限定なんですが、ツイッターのアプリでメニューの下の方にツイッタースペースが登場しているということです。ラジオトークはオーディオストックとコラボキャンペーンで効果音のキャンペーンをやっています。スタンド FM のアップデートは通知機能というものがコミュニティと名前が変わり、通知に対して返信ができるなど、本当にこうブログのような使い方ができる機能にアップデートされていました。スプーンが運営のおすすめキャストというコーナーがあって、そのコーナーをまあ終了するという告知をしてました。サイバーエージェントのアワの音声ライブのアワラウンジ、こちらでですね、BE:FIRSTのメンバーチャットが開催されます。ボイステックの方では話題のチャット GPT を連携させた商談音声まとめ AI という商品が実証実験が行われたそうです。あと紹介し忘れたかもしれませんが、去年にあの17ライブという有名なライブアプリがあるんですが、そこもですね音声ライブに特化したウェーブというアプリをリリースしていましたので、改めて紹介します。
ではコンテンツコラム関連行きましょう。まずはこちら。1984が庵榎本時生の朗読により2月1日からオーディブルで配信開始と。はい。ね、オーディブルもね、こういう大御所の朗読系定期的にリリースしてきますよね。さすがですね。そして、小学館。こちらがですね、P プラス D ブックスというレーベルがあるんですが、そのレーベルの、オーディオブックを配信開始するということですね。出版社のオーディオブック参入なんかもっと増えても良さそうですけど、これがその先駆けになっていくんでしょうかね。企業のダスキン。こちらがですね、お掃除関連のポッドキャストを始めました。ただこれボイスドラマ風になってるということなので、まあ声劇などお好きな方はぜひチェックしてみてください。それからスタンド FM でチャンネルを開設してます人気アーティストの空白ごっこさん。こちらですね、ドラマ集落ゲームの主題歌をリリースするんですが、それをスタンド FM で先行配信すると。フルのロングバージョンで先行配信するということですから、ぜひ聞いてみてください。あの空白ごっこさんのスタイフのこのチャンネル、ものすごく音質いいんで、まだ聞いたことない方はぜひ聞いてみてください。ここまでいい音質のチャンネル作れるのかという参考になるはずです。ボイシーでチャンネルを持っていますハートカンパニーという会社がスタンド FM でも最近配信をしているそうです。それから北海道のロケットの街の大気町の開発漫画がありまして、それがツイッタースペースで朗読会をするそうです。それからアメリカの教科書を音声にしている教材があるんですが、まあそれが日本でも取り扱い開始した、それから地方のある企業のポッドキャストがスタートした、あとボイシーの中の人で渡辺さんという方がご自身でノートを書かれていて、実はこの渡辺さん、ボイシーでもチャンネルを持っているということでした。音声広告データ、その他著作権行きましょう。まずはこちら。標的は音声広告在庫、大規模な広告インプレッション詐欺と。はい。こちらなんですが、いわゆる音声広告を不正に再生すると。そうすると、この広告枠はあたかもこう人気があるかのような、そういう詐欺を働いて、不正な広告在庫を見せかけたという記事が話題になっていました。まあ、こういうね、影の部分も出てくると、一方で、まあ、いよいよ音声広告も本当に本格化してきたなと。いう印象です。ただ本当に被害額がすごくて、毎月最大100万ドル、1億4000万とかですかね、損害を与えているということですね。困ったもんですね。Amazon Audible が聞き放題でユーザー数 50% 増と。はい。Amazon の中でも Audible というのは、まあ、独立した会社を買収した形で Amazon のグループに入っていて、そういう中では、Audible って本当に数字をね、すごく公開してくれる企業なんで、ぜひデータ好きの方はチェックしてください。あとは、海外のポッドキャスト広告の、まあ、全般的なコラムが DigiDay というメディアで解説されてました。あと、著作権に関しての動きは、特に今週は目立った動きはありませんでした。はい。というわけで、アフタートークです。いつもですね、皆さん、レターやコメント、本当にありがとうございます。ラジオトーク、茶のまりかさん、ありがとうございます。スタンド FM、アキコスターライトさん、ちゃんこさん、ありがとうございます。この番組に限らず、音声配信というのはですね、なかなかこう、リスナーさんからの反響をもらいづらい媒体でもありますので、皆さんからのコメント、本当に嬉しく思いますので、コメントを送ってくださった方、ありがとうございます。そしてこれからもですね、まあ本当にいいねですとか、ちょっとしたコメントでも構いませんので、ぜひぜひいただけると嬉しいです。YouTube やスタンド FM の方はコメント機能などを使って送ってください。それから、スタンド FM ラジオトークの方はレター機能などを使って送ってくださると嬉しいです。そしてそれ以外の方、ポッドキャストの方などは、ぜひ Twitter などでですね、感想を、ハッシュタグ、クリエイターエコノミーニュースということで感想を投稿してくださるととても嬉しいです。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。そして週末はこんな感じに音声メディアに関するニュースまとめをお届けしています。番組内で紹介しました記事のリンクはすべて無料のニュースレターで紹介しています。ぜひ購読してくださると嬉しいです。というわけで素敵な週末をお過ごしください。いってらっしゃい。